はい、洗濯屋太郎の染み抜き動画です。はい、カシミヤのコートをご依頼いただいております。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ここに3箇所ですね、何か色素のような、赤い色素ですね、色素のようなシミが、付着しております。はい、それと、内側を見ていただくと、少しね、もしかしたら、変態色を伴いながら、おそらくね、これシミ抜きを試みたんでしょうね。このシミを中心にね、ちょっと濡れたように、広がってますの でそれがまあ裏地に映っている状態ですね。はい、まあ、こういう感じですね。こういう感じで、まあ、ちょっとひげ気味に撮ってもらうと分かると思いますけど、はい、濡れてますね。はい、はい、その際にね、ちょっと負荷を加えられたんだと思いますけれども、まあ、クリーニングに出されたのかね、その辺はちょっと分かんないですけれども、このシミを中心にね、やはり毛並みの乱れが、確認できますね。はい、さらにね、まあ、ここの2箇所はそれほどでもないんですけど、もうこの部分ですね、ここの色素の部分ですね、もうどうですかね、毛がもう抜けているような状態ですねが、まあ、確認できますので、まあ、ここからね、さらに処理を進めていくと、やはりさらにね、生地にダメージが、出てしまう可能性もありますのでね、まあ、そこはね、様子を見ながら、進めていってね、まあ、無理にね、除去しようとせずにね、まあ、除去できれば一番いいんですけどね、除去できない場合はもうこのシミを隠す、方向でね、シフトしていくことも想定しながら、進めていきます。それとね、穴探しするわけではないんですけれども、こちらですね、左サイドになりますけれども、はい、ちょっとね、やはりこう、擦れが出ているようなね、おそらくね、カバンとかバッグが持たれるときに発生したのかなと思いますけれども、まあ、少しね、ちょっとこう、毛並みの乱れですね、が、まあ、発生した状態ですね。はい、まあ、それでは進めていきますが、弱そうですね、やはり。出してもらっていいよ。うん。はいはい。
あなんとか薄くはなってきますけど、まあ、あまり無理できないですね。今この状態がここまではまあなんとか下がってきましたが、まあ、ここからそうですね、インペースする方がまあ安全かもしれないですね。はい、まあ処理の方法についてはね、少しね、考えてみたいと思いますが、はい、まあ、ひとまずここまででね、また後ほど報告させていただくということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、カシミヤコートの、染み抜きをさせていただきました。この辺りにね、赤いシミソがついたんですけれども、はい、完全除去はね、ちょっとできなかったんですけれども、最終的にはね、部分的に、染色をして、隠蔽をする処理をしています。はい、もうちょっとね、生地の毛羽立ちであるときに、少しダメージが、最初のお預かりした状態で出てたので、あまり無理はできなかったんですけど、まあ、うまく収まっているんじゃないかと思います。ちょっと引き気味に見ますと、シミを、除去させていただいた後、水洗いを実施しているんですけども、かえって、ね、毛並みも、完全ではないですけどね、フラットになった、ようなところもありまして、はい、まあ、うまく、仕上がっているんじゃないかと思います。もともとね、なっていたんで、どうしても完全に